アクチャルです。キャンです。デブキャンです。俺たちミッドナイト坊主です。今回は最強の二人組は誰なのか。最強かぶりましたね。ハロープロジェクトには最強あのかぶりましたね。最なんだっけ。ハロープロにはね、あの二人組が人気なんですよ、うん、これとこれのペアがいいっていうのがあるわけなんですけど、いっぱいある。結局のところどのペアが最強なのって話なんですよ。どのペアが決めてこ、うん、そう、今回はもう我々ミッドナイト坊主的最強の二人組っていうのを決めたいと思います。決めましょう。でこの二人組っていうのはもう現役王子問わず、はい、とりあえず知ってる限りどんどん出していって、最終的に4つのペアを決めます、はい、その4つのペアからトーナメント式でね、はい、準決決勝ってやって最強のミッドナイト坊主的ペアっていうのを決めていきたいと思っております、はい、それでは It's Tasting Time。 まず思いつくのは、私なんかはおでちおでちね、サントリーがおでちね、おでちか、いきなりおでちだよ。マードゥとかもありますけどね。これはね、圧倒的人気ですよ。これはやばいですよ。人気で言ったら半端ないですね。マードゥクソ強いですよ。これはやばいですよ。僕推したいのはあの、はい、泣き舞ですね。泣き舞、中島さきさんと萩原舞さん。そんなこと言ったらこれやばくない。大丈夫。これやばいよ。そこで来るんだな。止めのないよこれ、はい、だってそんな言ったらヤジスズとかもあります、ね、ヤジスズ出ました。やばい。これしかまだあれですかね、現役じゃないですよ皆さん。そう、 OG ですよ。柳船やばいじゃないですか。やばいです、やばいです。現役かの探し、現役だったらでも13期コンビね。あそこね、ないんだよね、名前が。確かに13期のコンビ、加賀さん、横山さん。あとは、まあ、ポンポンかな。バーンね、9期ね、ポンポン。あとはあれね、リカミコね。リカミコも人気ですよ。リカミコ来ましたよ。リカミコ人気ですよ。これやばいですよ。忘れてはいけないのはユメリアイですよね。ユメリアイですね。まあ、強いですよ、ユメリアイは。僕の希望、我々の希望、ユメリアイ。ユメリアイ、ミッシャンとユハネ。ユハシオ、エグ。でもビヨンズなんかね、ユハココもあるしな。ごちゃごちゃ。ビヨンズちょっとね、重いね。あの二人じゃないんだよな、そこ。やりすぎなの、あの人たち。なんかさ、全部あるじゃん。あの人たちやってんだよ。そうだよ。ビヨンズから出すのやっぱでも俺はユハココをしたいな。ユハココ。ね。バカね。バカ。バカ二人コンビね。ちょっと今見落としないか、ちょっと怖いけど、とりあえずこれでいこうか。ここから4つに絞っていきたいと思います。俺この動画っていうミッドナイト坊主的だから、うん、あのユメリアイは絶対に入れたい。絶対にユメリアイは入れたいね。優勝候補よ今回の。ユメリアイはそうか、ユメリアイ優勝候補入れていいよ。やっぱ現役が今熱いからな。そうだね。いや俺はそれったらリカミコは入れていいと思うんだよ。ユメリアイ、リカミコは、うん、リカミコなんか今圧倒的な人気ですからね。で、我々のラジオとかでもよくお世話になってる、あの、ユハココもね。ユハココも、ラジオでお世話になってる、確かに。結構、いじったりしてる、ね。めちゃくちゃお世話になってる。さあ、あと一つ。ユメリアイと戦うの？ユメリアイと戦う、今日、バカ加減で言ったら、まぁ、13期も悪くないけど。13期コンビもいいし、今し、あれで新しく来た橋田子ためながもあるし。いや、ただやっぱ9期の安定感やばいですよ。福村行くたまるし、石田大田っていう安定感もある。やばい。ホマメイ？ホマメイもあるよ。ホマメイと戦わせたらでもね、ユメリアイね、さすがにホマメイね、ぶっ潰されるけど。ワンパンで、ワンパンで、ワンパン。でも、種類違うもんさ。うん。いや、これはだから、石田小田か福村いくさよ、ここ、張り合いも。でも、なんか、ベテランの圧対、この、若造、なんかこの、フレッシュさね。なんかこの、四コートルフィみたいな。勢いだね。そんな感じになっちゃうぜ。今さ、言いよろがさ、お前がワンピース話した瞬間俺だけ見てたもん。俺の反応だけ見て楽しもうとしたから。びっくりした、顔を上げたら俺のこと見てた。福村さん、生田さんもあるな。確かに、だってここはイベントやるもんな。そう、イベントやる。石田さん、小田さんでイベントやんないもん。そう。生田、福村にしましょう。えぐい、この動画で表現しました、今。うわぁ、すげぇ。これはえぐいです。さあ、どうする、どうする。さあ、まず第1試合、ユメリアイ VS ポンポン。いいところいっぱい出てこない。いいところ、ユメリアイのいいところね。まずやっぱ勢いですよね。勢い、若さゆえの勢い。 そしてあの破壊力ね、パンチ力がすごい。破壊力やっぱりあの今ハロプロのペアの中で一番あると思う。一番ある。しかもどの角度からも
攻撃してこれみたいな、常識をぶっ壊してくれる感じあるよね。ぶっ壊されるもんね。そうびっくりしたイベントで2人で歌って歌わなくてもいいんだ。そう、2人が楽しい、やっぱりファンクラブイベントって自分たちが楽しんでるの見せればいいんだっていうのに気づいた2人だから、まあ普通に歌ったらうまい、実力ね。ただそれは多分どこもそうなんだよ。そうだな、まあそこ難しい。いやもうもはや書かなくてもいい、そこはもう前提前提条件だな。その夢リアにしかないいい部分、そう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 、書かれてんだよな、その時な。そうで、まあデコボコ感もいいよな。いいね。さあ、生田さん、福村さんのところ、いや、これはもう圧倒的なものがあります。オーラというか落ち着きなら落ち着き、落ち着きね、もう対照的ですね。本当に対照的ですね。安定感というか、はい、動じない回転というか、ね、そうね、何にも揺らがない、二人の愛を感じるよね、うん、こう長年を長年やってきた、過ごしてきた、エリポンはこうだからとか、あ、そう、分かるわ、水木はこうだからみたいな、分かる、もう分かってる感じがね、言わずにな、これやってじゃないな、じゃあそれやってるよね、いうとこまで、あ、それいいよね。うわ、これ、もうこれ疎通しちゃってんだ、疎通、これどうしようということで、夢リアイポンポン、はい、さあ、準決勝です。いきます。夢リアイが勝ったと思う人、手を挙げてください。次、ポンポンが勝ったと思う人は手を挙げてください。夢リアイです。おー、さあ、夢リアイ決勝進出です。リカミコ VS ユハココ、これもですよ。さあ、優勝候補リカミコがいます。さあ、いいとこ上げていきましょう。やっぱりリカミコはそのリカコの、うん、やっぱ圧倒的な、そのなんていうんですかね、彼氏感っていうか、うん、それがね、ま、た付き合ってる、そうそう、なんかね、この他の3人はさ仲良しみたいな感じなんだけどここだけはなんかカップルみたいなんだよね。うん、そこがちょっとまたキュンとか、キュンだよ、キュン、キュンがあるんだよね、キュンがある。あとね、まあ、個人的このハロプロの中においても圧倒的顔面、そうなんだよね、顔面がいる、どこに出してもな、驚かれる顔面。あとあれか、これここだけあれなのか、別に同期とかじゃないんだよね、先輩後輩でこう、そうなんだよね、確かに。でこれまたこれ、これがいい、それがいいですよね、年下先輩と年上後輩。そうそうそう、リカコもさ、なんか拗ねるからさそれがキュンですよね。ねえ、神拗ねる、いいね、拗ねる、いいね、拗ねるからいいんだよな、他にはないよな、拗ねるって、拗ねるってないよな。さあ、ユハココ、ユハココの魅力はですね、やっぱなんといってもやっぱバカです、ね、バカなんですね。あの二人が喋ってるとこいつまでも見てられる。この愛されてるバカ二人、これ競ってんですよ。可愛いですね。この二人、研修生ではマイココの方が上なんですよね、うん、はい、で、今同期になって同い年ですよね、同い年なんですね、リオンズにおいて。ここの2人は2002年生まれ、ここだけ同い年か、二人しかいないから、3人だよ、ユハココとマオピンだよ、3人、ここの代はそこしかない、ここ全部だって年違うもんね、違うもんね、普通にな、イケメン、イケメン美女コンビだから、イケメンなんだよ、前コンビがかっこよすぎて、本当にアラビオンの時は男だと思って言ってた。いや、すごかったな、最初の、いっちゃ最初の笑うシーン、ビビるよ、うわぁ、男だと思ったから。さあ、ということで、準決勝の勝者でいきましょう、はい、準決勝第2試合目、あ、ちょっと決めた、ちょっと待って、俺ちょっともちゃんと決めるわ。それでは、リカミコがいいと思った人、手を挙げてください。手を下ろしてください。続いて、ユハココがいいと思った人、手を挙げてください。ユハココです。おー、面白い人ですね。さあ、ミッドナイトボーズ的最強ペアは決勝戦、ユメリアイ VS ユハココになりました。すごい偏差値低そう。若い戦力活躍してる感じはいいですね、やっぱり。そうね、うん、これやばいよ、決勝戦、決勝戦さ、夢リアイとユハココの違いというか、夢リアイはやばい。でもユハココはバカなんだ。ユハココはそう、イカれてはいいんだよね、ユハココは。あの、常識持ってるからこそ面白い。夢リアイはイカれてんだよ。夢リアイだって非常識、ユハココは常識。度胸で言ったらマジですごいと思う。とんでもないよ、お前がナンバーワンだ。イメリアイなんか度胸に関してから本当に度胸はイメリアイの方があるかもしれない。ユハココはね、謙虚に謙虚に急に背中からブスッと刺してくるタイプだから。
正面突破タイプと後ろからね刺してくるタイプ。ブスッと謙虚になりたい。いきますか。いきましょうか。ミッドナイト坊主的2人組最強ペア決めていきたいと思います。目を閉めてください。これが決勝です。夢リアイが良かったと思う人は手を挙げてください。ミッドナイト坊主的ペア優勝は夢リアイです。数々のペアを投げ直してこの3組が投げ直しますよ。皆さんいやぶっこれですね。やっぱりぶっこれ他にもだってマードゥ、オゼチとかねもろもろいたわけですから、もう抑えての優勝ですから。夢リアイがミッドナイト坊主的ですよ。これあくまでも頑張ってほしいですね。やっぱりこれからは今後に期待ですね。ますます期待したい。これはうわー熱っ。まあイベントも行きましたからね我々、まあ、そうですね。そこに感情移入したっていうのもあります。あとはやっぱ僕なんかは結構こういうぶっ飛んだ人好きですからね。見ててなんかヒヤヒヤするのが楽しいからね。そう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 。今後もね夢リアイには期待ですね。はい。二人の行動に注目して我々も楽しんでいきたいと思います。皆さんもねぜひなんかここに書いてあるノミネートされてないぞっていうペアがあったり、多分いっぱいあるのよ。いや、めちゃくちゃいっぱいあるよ。だから各々自分の好きなペアどんどん上げてってください。夢リアイも今我々の中では1位ですけども、皆さんの1位どんどん書いてってもらえれば嬉しいです。ということで今回の動画終わります。それではバイチュン。